社長の皆さん、こんにちは。今月は南西校舎に新しく入った本の中からおすすめの本を2冊紹介したいと思います。まず1冊目は風に凝るぬかがみお町文芸春秋です。これはとある高校の吹奏楽部の物語です。かつては全国大会で金賞を何度も取るような名門校でしたが、今では見る影もありません。そんな吹奏楽部に前世時代の部長がコーチとして戻ってきました。1年生なのに部長を任された元木、コーチの栄太郎の2人を中心に物語は進みます。夢中になれるものがあるって素敵だなと思える部活青春小説です。さて、今回紹介した本はいかがでしたか？興味を惹かれる本はあったでしょうか？紹介した本やこのコーナーについてのご意見、ご感想がありましたら、ぜひ南西校舎図書館までお寄せください。それでは南西校舎図書館でお待ちしています。